凍ってる。おはよう。はい、やってまいりました。本日、関東ロードミニ選手権最終戦の、桶川スポーツランドに来てます。オフシーズンおなじみになってきましたね、和樹くんです。今回ケンジはですね、予定があるため、欠席でございます。まあね、冬でね、寒くなってきましたよ。まあクリスマスとかも近づいてきましたね。あ、これ以上は言えないですね。まだ刺してもらって、刺してもらって、はい。まあ今回ですね、こう10年ぶりにここのレースに出るんですけど、自分はですね、ここで一番速いクラス、SP エキスパートっていう、こうミニバイクコースの中じゃこう全国でも本当にトップなんじゃないかっていうぐらいのレベルのレースに出てきます。はい、シーズンオフ珍しくスプリントレースです。はい、まあどこまでいけるか分かんないですけど、頑張りたいと思います。もう全力で全開でいきますよ。はい、でまあ和樹くんもですね、レース出ます。出ます。はい、頑張ってください。頑張ります。その模様もしっかりお届けしますので、はい、そういうことで、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。Thank you.
いいかもな。カントロードミニ最終戦終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ結果報告いきましょう。はい、良いでした。だいぶ追い上げましたね、はい、予選13位でしたからね。13番グリッドからの追い上げで4位です。素晴らしい。乗れよっていう話なんだけどね、表彰台ね、うん、まあ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 、でもお疲れ様でした。はい、私ですね、まあ予選が、まあ、もうほぼビリっていう、まあさすがのレベルの高さでですね、まあ決勝もどこまで来るかなと思ったんですけど、2台だけ抜かして20位でした。でも NS では、まあ今日 NS では一番だったんで。NS では表彰台、NS では表彰台ですね。はい、勝てないっすね。12人早すぎたみんな。まあでもとりあえずね、参加できて楽しかったんで、まあでも次出るのは SP17 ができてからかな。リベンジとかいう感じではないですね、うん、多分また出ても同じ結果なんで、はい、とりあえず SP17 ができてたら、その時にリベンジをねしたいと思います。17インチがもっと沖側に集まってくれれば、まあ、もうちょっといれば多分 SP17 ができると思うんで、ぜひ NS 持って関東にいる方はね、ぜひ桶川でその声を。関東だけじゃなくて全国。大変だろお前くん。まあなんでね、そういう感じでいきましょう。ではお疲れ様でした。じゃあね。